今回は2021年保育士実技試験のアヒルの行列ゆりかごの歌。この2曲のですね、陽光のコードをもとに和音伴奏をつけましたので、その楽譜を紹介したいと思います。まずはアヒルの行列からです。 はい、えー、和音伴奏の解説です。これはですね横に書いてあるコードを書いてあります。で、えー、これも初級と同じく池までよちよちガーガーガーの部分を前奏に持ってきてますので、えー、この最後の部分と前奏は全く同じになります。で、えっと、F っていうのはファラドの和音ですねなので上が上でメロディでラを使ってるのでファドですね下は。 で、この3拍目は上がドになったので下がファラ。次、C7 はドミソシフラットなので、この1、2拍目でドソシとミ,ミシ、アドミシですね。この2つをそれぞれ配して、ドミファーっていうこの主音 A の流れ、シーシーラーっていう音を重視してやってます。ここはあの最初、当初ですね、1回ドをつけたんですけれども、それだとちょっと進行がおかしいのとですね、重厚感が、 あの出過ぎちゃってあの良くないのでドアなしにしてファラですねファラウェアハファラだけの音になってますで二段目なんですけれども2段目から4段目四チ四チ四チはですねこれは同じなので全く同じですまず四チ四チ四チの方から説明しますと Gm ソーシフラットレですよねソーシフラットレこれがバランスよく配置されてます Dm は、えー、レファラですね。 えー、レ・ファラこれもバ,あのバランスよくこうやって配置されてますねであの初級にはですねこちらの前半部ですねここが3つとも同じなったんですけれども、えー、こちらの和音伴奏の方ではですねこれは和音なので、えー、ちょっと違ってます、えー、ファラド上が最初はまずアヒルの行列の「アが「ど」の音なので下が「ファラ」になってますで行列これはあのファの音なのでレ・ファラで上が「ファ」なのでレ・ラですね そして2段目、えー、2段目というかまあ全体でいうと3段目ですけれども、えー、こちら F ファラドですけれども上がラを使っているのでファードそして次3拍目がドなのでファラという考えで次はですね、えー、とラですね次なのでファラドのドファを下に使ってますねこれちょっとこう,こう来てから少しこう落ちるのがですねい,やいいんですよねこれ結構いいんですよ。で、えー、次3拍目ファ。 ファですね、なので「レ・ファ・ラ」をバランスよく配置してるというふうになってますねこういう理由があって、えー、このような和音伴奏を作りましたで続きましてですね「アヒルの」えー、あアヒルのじゃなくて「ゆりかごの歌」ですか「ゆりかごの歌」をやっていってみましょう ゆりかごの歌もですね。あのー、初級と同じように、後ろの4小節が前奏に来てます。同じ伴奏系になってますかね。で、えっとこれもですね。あのコードが横のコード書いてますけどえー、1拍目ファラドなので上かラなのでファドですね。これ一緒ですね、えー、これは同じ考え方で上がドなので、下がファラ。 次ですね、えー、B フラットシレファですねなのでシレファですねでまたファラドファラッドですねこれバランスよく配置してますこれはあのゆりかごの歌最後、えー、アヒルの行列のこの C7 と同じですねこの進行きれいなので、えー、ドミシ、えー、ドミシ,と、えーミシえー、ドミシ,ドミ,シドミソシですかドミソシですね綺麗なのでまああのこう えー、ドーミーファーシーシーラーですね、あのー、この「ど」使ってないのもちょっと重厚感が出過ぎちゃうっていうことで同じ考え方でやってますね。で「ゆりかご」の歌をからもあの同じくバランスよく「ファーラード」がこう分散「えー、ドーミーソ」の「ドーミーソ」そ、え、う、ー、なので「ドーミーソ」を分散してですねこれの第一展開形っていって「ドーミーソ」が「ミソド」になってますけどねふう、あのー、になってますねあのバランスよく配置してます。 ですね、これも「ドミソでこういう風にですねバランスよく配置している和音になります、えー、こちらのですね和音伴奏版は初級初級上中級になりますかねこれから、えっと、まだ初級以外は作ってないですけれどもにセットで、えー、販売させていただきますなのであのどれかご購入されたら自動にこれはついてくるっていうまあおまけみたいな感じでですね えついてきますので例えばあの初級をやってちょっと余裕があるなと思ったら和音の方に挑戦していただいてですねこちらの和音伴奏で弾けた方が点数も高く出るかと思いますので是非、えー、やってみてください。